北海道関節鉄道147270型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は北海道関節鉄道がアメリカのブルックスロコモティブアークスから1900年10月に4両を輸入し1905年に汽車製造で2両を模倣製造した。 車軸配置2から6から0単式に寄討の、飽和式機関車である。1905年の北海道関節鉄道の国有鉄道への編入に伴って、国有鉄道席を得たものである。北海道関節鉄道時代は、ブルックス製が B3 型と、汽車製造製が B8 型と称したが、関節鉄道編入後は、q B3 型は、江戸型。 QB8 型は EF 型と称した。1909年の鉄道院の車両形式称号規定制定に伴って7270型と改版された。なお、汽車製造性能2両はこの改版で7500型とされたが明らかな後程であり、直ちに訂正された。携帯的には典型的アメリカ古典機スタイルであり、運転室の屋根や 炭水車上辺などの形状にブルックス製の特徴を備える。ボイラーはワゴントップ式で大一感動上に砂箱大二感動上に蒸気ドームが設置されている。汽車製造性はブルックス製の全くの模倣であり、ブレーキ装置はブルックス製が真空式、汽車製造性が空気式であるほか 煙突と砂箱の間に金を装備した関係で、砂箱位置が、やや後退している程度の差しかない。淡水車の台車は三軸編、ボギー式で、ボギー台車は釣り合い両式である。使用成績は良好で、北海道関節鉄道では、前線にわたって使用された。関節鉄道編入後は、池田、野付牛、中油別、室蘭などで使用され、 晩年は入れ替えようとなり、全車が函館で使用されていた。廃車は1935年1月で、1940年に2両が北海道政党に払い下げられた。当初は2両とも同社の磯分内工場で使用され、後に7270は美幌工場に移った。また、7275は1921年に、 トカチ鉄道に貸し出されたことがある。形式継ぎ車製造として、初のテンダー機関車でありまた、膨大枠や空気制動機など初めてのものばかりで、あった。特に膨大枠の製作には、苦労した。ブルームをアメリカより輸入し、加工していたところ亀裂が生じたのでテルミット溶接を。 心見たところ大枠が切断されてしまい、サイドテルミット溶接をやり直し接合させ大枠を完成させたという。地方鉄道及び軌道一覧、昭和18年4月1日現在、SL ナンバー4購入者、1974年、75ページ。ありがとうございます。